インターフェースっていうのはですね、ヒューマンマシンインターフェースと呼ばれる、人と機械との間をどういうふうなインターフェースでつなぐかという、そういうことをやっている事業でして、例えばカメラといったセンサーであったり、ボタンみたいなスイッチみたいなものとかを含めてですね、人と機械が接するポイントをどうデザインして新しい製品を生み出すか、そんなことを授業でやっています。結構インターフェースというテーマ広いので、人と機械が何かしらこう接するタッチポイントがあれば、どういう製品でもいいよっていう感じで授業をやってます。でその中で、今日の発表ではですね、半年間ほどいろいろこう授業で考えてきたことを課題発表でやってもらったんですけど、例えば、アレルギーを検査するデバイスを、どういうふうな形に作ったらいいか、どういうセンサーを使ったらいいかみたいな形で考えてくれて発表してくれた子とかもいますし、全然違うところで言えばカメラとかそういうセンサーをたくさん使って周りの空間を認識する製品だとかですね、他にも本当に家具みたいなものを作る方、結構いろんな方がいます。本来であれば桑沢はですね、工作室があるので学校に来てですね、粘土だったりとか木を削ったり、スタイルフォームという発泡スチロールみたいなのを削ったりしてモックアップを作っていく授業が多いんですけど、今年やっぱりコロナということもあって、授業が結構オンラインメインになってきたんですね。なのでちょっと僕的には、授業の当初からですね、3D プリンターとか、なるべくこう自分のアイデアをする形にできる機材などを使って、モックアップを作ることなども推奨してきました。結構最後のあたりではあったんですが、実際にプリンターに物を出してみるみたいなことも一部トライしている生徒などがいました。アレシルという食物アレルギーの患者が日々の生活の中でアレルゲンを摂取してしまうことを防ぐ助けになるデバイスを考えました。一番のコンセプトがポケットに入れて手軽にいつでも持ち運びができるコンパクトさっていうことです。使い方は電源ボタンを長押しして料理の上をかざすことでセンサーが情報を受け取ってスマホと連動してるんですけど、それを AI が解析してアレルゲンかどうかっていうことを判断して、でこのアレシルがLED で光って、もしアレルゲンがある状態だったらカチカチカチと光ってユーザーに対して教えてくれます。アレルギーの治療の最終目的っていうのが、その食べ物を最後まで食べられるようになるってことなんですけど、そうするともしこのセンサーがより高度なものになれば、アレルゲンの量を測れるようになると、その患者本人が自分がこのアレルゲンの量を見て、あ、これだったら食べれるから挑戦してみようかなって言ったりすることで、よりアレルギーの治療に貢献できるではないかと考えました。実際出力してみて、例えばこれがケースの断面図なんですけど、断面なんですけど、私この断面のここの厚みを1ミリに設定して出力してもらったら割れてしまって、強度が足りなくて割れてしまって、で先生がこれだったらいいんじゃないって、その 1.5 ミリ厚で出力してもらったのがあるんですけど、こっちの方が自分のなんかイメージにすごく近かったので、やっぱ出力してよかったなと思ったことと、あとここのカーブはすごくうまくできたなって感じられたのと、あとここの R が握った時にすごく痛くて、もっともっとここ R 削っちゃっていいなって思いました。あとそれから入れた時にここの隙間がちゃんとないと出し入れできないってことと、でも逆にありすぎると中で本体が暴れてしまうので、そこはもうちょっと出力してしっかり考えていきたいなと思いました。
MOC の大量生産ができることだと考えてて、しかもその大量生産できる MOC が自分で数字を制御してから出せる MOC なので、例えば長さが1センチ、2センチ、3センチでどんどん変えていったり、それこそ 0.5 コンマ単位で変えていくことができるので、すごい精度をどんどん上げることができるなと思っているのと、私たちが普段使う MOC に使う材料ってスタイロフォームとかケミカルウッドって、とにかくもう自分の手で切って切ってこうなんか貼り合わせてって作るものなので、どうしても強度的に弱かったりとか折れちゃったりとかするんですけど、でもそれがやっぱり強度が強くてあんまり落としちゃった時に絶望しなくていいっていうのはすごくいい点だと思っていて、どん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 いろんな人に試して試して試してっていうことが言いやすいなと思って、とてもいいものだと思っています。桑沢デザイン研究所3年の、真田と申します。僕は、空港の、航空便などを整備するような、特殊車両を、自立走行化しようというふうに考えていまして、特殊機能の部分をだけをモジュール化して、それはラインドレースカーのような、原動機、自立走行化した原動機でそのモジュール化した特殊機能っていうのを連結して引っ張っていけるような、でそれでそれを特殊機能のモジュールっていうのを飛行機の周りに置いて、でそれを飛行機の整備に当てて効率化を図る。やっぱり今航空業界って結構需要っていうのが増してきてるんで、そこに対応する一部の手として、自立化をすればある程度空港の円滑化を図れるのではないかと思って、僕は今そういうふうな提案を考えています。もうプラモデルのような何分の1とかいうそういうスケールを縮めた、実物のものを縮めたようなプラモデルみたいなものを発表の時には見せたいなと思っていまして、最近学校にも導入された 3D プリンターを使って、その大まかな外見作ったりとか、細かいパーツ作ったりとか、スケールを縮めたようなミニチュアというか、そういうものをメインに作ってこう提示できたらなというふうに思っています。プリンターがあるって、予備知識はあったんですけど、プリンターを実際に自分の手で調整したりとか印刷したりっていうのはこの学校に来たのが初めてですね。3D CAD を結構動かすのが好きで、結構高校の頃からその授業で撮ってたりもしたんで、でもやっぱりそれって画面の中だけの 3D 物体なんで、やっぱりそれがなんか自分が他の作業をしてる間に 3D プリンターでそのニョキニョキ出てくるその感じっていうのが、結構完成した時にはやっぱりその画面の中にあったものが出てきたみたいな感じで、なんかすごく驚いたというか、これは便利だ、すごいなみたいな風には一番最初に思いましたね。今メインでセミスで使ってるのはその FDM 形式ではあるんですけど、結構その FDM のなんか先入観としてやっぱ積層が結構粗く目立っちゃうみたいなあるんで、僕結構出した後に塗装とかするんですけど、その塗装の下準備パテ持ったりとかっていうのがやっぱりどうしても必要かなとは思ってたんですけど、なんかでいざ出してみて、その積層っていうのが積層あるにはあるんですけど、その意外とそのなんかその積層のギザギザというか、そういうのが小さいというか細かいなっていうふうなのが第一印象で、そのなんかパテ持って削るにもそのパテも少しでいいとか、削る量も少し抑えてその作業効率がちょっと良くなったとか、民間の人が扱えるプリンターでもここまでの精度のここまでの粗さでこのお手軽さで出せるんだなみたいなのはありました。自分でその1個削り出した大元のパーツに、あと
細かいパーツっていうのが 3D でも設計してるんですけど、そういうのやっぱり FDM 方式で出しちゃうと細かい部分やっぱ潰れちゃったりするんで、そこら辺はその光造形で細かいパーツだけ分割して配置して、細かいパーツだけを光造形の方で印刷して、でまあちょっとやすったりしてピッピッとつけてっていう感じで、その、まあ、細かいものですね、要は精度が必要なものとかに、はい、光造形は使わせていただいています。まあ、実際に扱ってみたら意外と、まあ、すんなりできたというか、その、まあ、ちゃんと設定とかその掃除とかしてあげれば、その、まあ、問題なくその使いやすく、その、まあ、精度のいいものがやっぱり出せるので、結構光造形はこう使わせていただいております。デザインしたものがその、まあ、3D あればそのすぐの形にできたりとか、まあ、そういう点ではその試作品とかプロトタイプっていうのをその一からそのお金かけて作るっていうよりかは、そのなんか形を見たりとか、そういう点ではその何個も形状の違うものを 3D があればそのボンボン出せていけるっていうのはやっぱりすごくいいなと思いまして、その商品開発とかそういう上では結構その自分の手でそのプロトタイプを作っていかなきゃいけなかった頃に比べたら、やっぱりその格段にその効率というか、その高いスパンでそのプロトタイプというか試作品をその出せていけるっていうのは今後すごいメリットになるんじゃないかなと思ってます。僕はですね、このクワサーデザイン研究所で、インターフェースというですね、授業を担当しているイコマというものです。よろしくお願いいたします。なんかクワサーは結構そこを大事にしてて、最初の頃の授業だと木をひたすら削るハンドスカルプチャーみたいな授業もあるんですけど、まあ、そういったところでこう触っていくことで本当に使いやすい形とか気持ちいい形みたいなのを模索する授業なんかもあるので、まあ、プリンターっていうので簡単にものは出せるようになったんですけど、作る工数を飛ばせる部分、逆に触ってこう確かめて、でまたデータにこれをフィードバックしてもう一回プリントし直すみたいな、そういうサイクルを重ねることで、まあ、より良いデザインができるんじゃないかなと思っています。別に失敗してもいいと思うんですよね。だから、まあ、これで試してみてデザインがうまくいかなかったったらまた作り直せばいいっていうのがプリンターの、すごく簡単で楽しいところなので、まあ、どんどんその次のってどんどん作って、色もこれじゃなかったこっちの色の方がいいんだよ、いろいろ試していけばいいのかなって思ってます。今回ちょっといろいろたくさんのフィラメントをテストで使ってみたんですけど、結構最近のフィラメントの特徴としては色が昔よりだいぶ増えたなっていうのと、それがしかも結構安定供給されてきた。例えば昔のフィラメントとかって一回使ってみたらもうなんか二度手に入らなかったりとか、そういうのが多かったんですけど、最近結構安定したフィラメントとかが供給されてくるようになってきて、で結構日本の代理店さんとかがそれ扱ってくれると割とまた同じの変えたりとか、なんかデザイナーっていい色が見つけれたらそれを結構使っていきたかったりするんですね。そういう時に助かるなっていうのがあるのと、あとはですね、色だけじゃなくて、最近はその質感みたいなところも結構、いろいろパターンが増えてて、例えばこれとかってマットグリーンっていうフィラメントなんですけど、普通のグリーンのやつってもっとテカテカしてるんですね。なんでちょっと品がないというか、デザイン的にはちょっとあんまり使いたくないようなものが多いですけど、これとかだと結構マットな感じで、まあ、抹茶みたいな色だったりとか、落ち着いた色合いなので、なんかそういう形で、デザイン的に評価も可能な色味のフィラメントっていうのが最近増えてきたのかなと思います。はい、例えばこのグレーとかってデザイナーってよくこのグレーで形を見るんですね。グレーって一番こう陰影が中間にあって形自体を見やすいものなので、サーフェイサーとかもよくグレー 50% くらいの濃さのグレーっていうのを使うんですけど、これとか結構それに近くてですね、形状を見る色としてはすごくいいんじゃないかなと思ってます。
僕はですね、今個人で開発バイクを開発しておりまして、実際それをですね、デザインしながら作りながら、先生もやってるというそういう立場になります。なので、今僕が作ってるバイクでも、3D プリントを活用しながら作を作ってるという状況です。うちのバイクですね、すごい見た目がシンプルなバイクなんですけど、結構カスタマイズを売りにするバイクでして、通常バイクっていうとその強度のいるパーツとかにはやっぱ 3D プリンター使えないんですね。ただうちのバイクで全く強度に関係ない、まあ、いわゆる外装になっているようなパーツが結構ありまして、まあ、そういうところの、外装パーツにこういう、例えばこれはリアタイヤのサイドカバーみたいなパーツなんですけど、そこのフレームだったりとか、あとはなんかフロントの顔みたいなところですね、フェイスのパネルみたいなものだったりとか、外装のパネルの角アールのパーツみたいなのにこうカラバリが入るだけで結構アクセントが入ったりするので、まあ、そういったところにプリンターを、まあ、試作にも、まあ、ゆくゆくは量産でユーザーさんがこういう感じで勝手にプリントしてカスタムしてくれるみたいなところまでできないかなと考えています。そうですね、あの 3D プリンターが、まあ、本当に身近なところにあれば、まあ、それでその今までこうパソコンの中でしか描いてなかった形が、まあ、現実にこう召喚されるというかですね、すぐ形になってくるわけですね。それで何が起きるかっていうと、結局僕らが作ってるのはものなんですよね。プロダクトデザイン、ものを作ってるので、まあ、その実際やっぱ現実に存在した時にそれがどういう機能を持ってて、そういうどういう印象を受けてっていうのがすぐ分かるっていうのは、これはもう本当画期的なことで、まあ、それがやっぱ昔だったらどっかの業者に頼んで何日かかったりとかしたのが、今は本当1日あれば、なんだったら数時間あればですね、すぐ出てきちゃうので、すごい時代になったなと思ってます。なのでなんか若い方はですね、これをどん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 活用してですね、まあ、本当今日考えたアイデアをすぐ今日のうちに形にして、明日には次のアイデアひらめいてるみたいな、そんな感じで早く、どんどん物を作っていってですね、新しいプロダクトをデザインしてもらえればいいなと思っております。桑沢デザイン研究所のプロダクトデザイン分野で、分野責任者をしています本田と申します。これまでも 3D プリンターは授業の自習機材の一部として、まあ、使ってはいたんですけども、まあ、これをですね、もう少し、多くの学生に、自由に、使えるように、してみたいなというふうに思ってですね、数を増やそうかなということで、導入を考えました。今導入した機材については、卒業年次の学生たちの主に卒業制作の制作過程プロセスの中での試作用検討用ということで、まあ、使わせています。機材をですね、学生が、まあ、結構1台の機材を複数人で共有をしてこう自由に使っているので、まあ、1人で使うよりも結構不具合といいますかね、調整がこう変わっていたりということで、うん、結構壊したりしているところがあるんですよね。まあ、そういったところを、まあ、すぐにちょっと対応していただいている点が非常に助かっています。はい、学校に導入したものと全く同じものを検証用に、自宅に1台、置きまして、まあ、学生からの、まあ、相談とか質問に答えられるように、しています。自身のデザイン活動で、試作したパーツとかをですね、検証用に出すといったことに使ったりはしています。率直な感想としては、非常に、メンテナンス、まあ、フリーに近い状態で今は使えています。で、キャリブレーションも毎回やるようなことがなくて、出力終わったらすぐに次の出力をしても今のところ問題が出てないですね。まあ、そういう点で、
割とどんどん出力できるかなっていう印象が今ありますね。 3D プリンターへの、まあ、その出力を前提に、まあ、どういった造形をするかというすごく簡単なレクチャーはありましたけども、それを実践的にどんどん使っていくっていう時間の授業は実はないんですね。最近値段もこなれてきてて、学生自身もみんな割と自宅に所有してたりしますので、まあ学校、まあ、もしくは先生以上に彼らの方がよく知ってますね。まあ、まずはデザインの検討用として、まあ、スピーディーにこう考えたものがこう立体化できるっていうのは、とても魅力というか重要になってくると思います。まあ、もっともっと長い目で見れば、金型から解放されてものづくりがもっと自由に、それから、まあ、一人一人のことに変わっていく時代っていうのは来るんでしょうけども、まあ、現時点においてはやはりそのものづくりをしている人たちの検討プロセスのところですね、でのスピードアップが目下のところの大きな魅力かなと、そういうこと役割だと思いますね。やっぱりその自分の考えたものがある程度正確に形がすぐに出てくるっていうのは発見が多いんですよね。自分の技術によってこう形が作れなかったことでデザインがとどまるようなことが、まあ、少なくなるとは思います。まあ、そういう点で、まあ、値段もそんなに最近では高いものではなくなっていますから、まあ、まずは導入して、一度使ってみ、お試しで使ってみるというのでも十分な価値があるんじゃないかなというふうに思いますね。